広島市文化観光交流都市で2018明治安田生命 J2 リーグ第22節松本山雅 FC VS アルビレックス新潟。まずはアルビレックス新潟のスターティングメンバーを発表いたします。アルビレックス新潟スターティングメンバー背番号38ゴールキーパーアレックス・ムラーレ、背番号3ディフェンダー安田道弘、背番号34ディフェンダー原健二、背番号5ディフェンダー富澤末太郎、背番号29ディフェンダー渡辺大輝、背番号6ミッドフィルダー磯村亮太、背番号10ミッドフィルダー背番号26ミッドフィルダー小島幸郎、背番号33ミッドフィルダー高木義明、背番号14フォワード田中達也、背番号9フォワード鎌田敦史。続いてリザーブの紹介です。背番号1ゴールキーパー大谷浩樹、背番号24ディフェンダー川口直樹、背番号44ディフェンダー大目俊、背番号20ミッドフィルダー早間豪、背番号40ミッドフィルダー小川義澄、背番号50ミッドフィルダー酒井大輔、背番号19フォワード矢野貴章。監督は鈴木正和監督です。藤田祐希、はい、
Thank you.
ストは松本市副市長坪田明夫様、そして佐久間観光振興隊西郷隆盛様です。両チームキャプテンへ花束の贈呈を行います。花束のプレゼンターはミス松本と薩摩観光維新隊篤姫です俺たちの誇れ。 Go! Go! Let's go! Go!
go! Go! Let's go!